真田が選ぶベストフィニッシュは2019年8月 G1 クライマックス対岡田戦です。30分一本勝負で勝敗が残り数秒っていうドキドキ感、ハラハラ感があったっていうのがたまらなかったです。入場から試合後のギフトまで、あの試合が今までで一番かっこよかったですし、最高でした。コールドスカーサナーダー、シングルでまだ岡田に勝ったことがないサナダ、この大舞台ワンチャンスをものにするか。ライバルサナダとの公式戦、しかしその表情には全くプレッシャーというものを感じさせません。足を出していく、かましてセカンドロープ、サナダ捕まえて、最後に締める力を蓄えていった、捕まえない、やばい、手が当たっていった、決めるか、7回目のやっと、やっとライバルに勝ちました。ライバルに勝ったので、久しぶりにあれやっていいですか。照明が落とされて、観客席から無数の光が、本当のことを言うと、去年この会場、大阪でライバル岡田和親に負けたので、大阪が嫌いでした。が今日栄に
日本で一番ここ大阪がめっちゃ好きやで。大阪 See you next time。 大阪の夜を爆発させました。サラダ、今は大変な状況が続いてますけど、まず皆さんの健康と安全を願いつつ、またレスラーは皆さんの前で試合することを何よりも願っています。その時まで See you next time。